宅建試験を受験しようと思ったきっかけ、理由を教えてください。はい、不動産業に転職して総務部で働くことになったんですけども、宅建業とか建設業の免許更新や役員の変更手続きなどを行う業務を担当することになって、宅建業法の知識を理解する必要があると思い、早めに資格勉強を始めることに決めました。フォーサイトを選んだ理由を教えてください。はい、転職して間もないということもあったので、仕事と両立できる通信講座がいいなというのが私の中でポイントとして高くって、教材を最初に無料サンプルを取り寄せられるのもすごくよくって、初めて不動産の勉強をするので白黒のページとか堅苦しかったらどうしようって心配してたんですけど、カラフルですごく入りやすかったので、もうフォーサイトで勉強しようというふうに決めました。特にこの教材よく使ったとか、良かったとか、そういったものを教えてください。はい、問題集の演習にすごく力を入れようと思ってまして、良かった点は見開きになっている中で左に問題がこう書いてあって、右に解説が書いてあるんですけど、目隠しシートを使ってこう隠しながら解けるので、と言ってすぐその後解説を読めるっていうのが勉強しやすい構成になっている問題集だったので、すごく使いやすかったですし、何よりも演習ノート3冊入れてくださったのがすごくよくって、4択をこう丸バツつけるだけじゃなくって、なんでそのように回答したのかっていう理由をちゃんとこう考えさせてもらうノートだったので、もうすごく活用させていただきました。講師、はい、目の前に今いますけれども、講義の印象を教えてください。何度も何度もDVD は再生しましたし、あと e ライブスタディも、リアルタイムで見るときはなるべく7時から見てましたし、見れないときは土日に必ず一つ一つ見るようにして、ですごく要点を押さえてくださってたので、とってもためになりました。勉強時間、期間と時間を教えてください。はい、4月の末から始めまして約6ヶ月間ほど、勉強時間は1日平日は2時間ほど確保するようにして、土日は1日6時間で、直前期はちょっと8時間とか、一気に勉強しようということで勉強計画を立てました。はい、そうだったんですね。で、1日今2時間ですけど、まとまって2時間ですか？テレワークを行っているので自宅で仕事をすることが多いんですけども、仕事を始める前の朝の30分と、あとお昼時間、お昼ご飯を食べた後の30分、であと夜お仕事が終わった後1時間っていう形で1日2時間勉強時間を確保しました。一番注力した科目、そして実際に覚えていればなんですが、本試験の得点教えてください。はい、法律が、法律の学部ではなかったのでちょっと難しいなと思って、宅建業法に全集中をしまして、全集中して結果20点満点を取ることができたので、素晴らしい、民法ではちょっと何問か間違えてしまったんですけども、そこの穴を宅建業法で埋めることができました。今回の試験で合格できた秘訣、教えてください。フォーサイトのカリキュラムを駆使して隙間時間を活用したのが合格の決め手だったのかなと思っています。時々出社することもあったので、通勤時間には必ず道場アプリを開いて問題集を解いて、空いてる時間は本当に宅建試験の時間に全て当てるような気持ちで勉強を行いました。伝えたいことが、まず本当にありがとうございますという感謝を今日は伝えに来たのと、あとですね、すっごく嬉しかったのが、道場アプリの質問機能、時々久保田先生から直接ご質問に回答いただいたりとか、あと試験の当日感謝の気持ちをメッセージで送ったら、その後すぐ久保田先生からお返事いただいたのがすごく感激して、すごい会場でもリラックスして勉強することができたので、本当にありがとうございます。今後の目標ですね、資格試験でもいいですし、お仕事でもいいんですが、何かあったら教えてください。はい、宅建業のその宅建試験で身につけた知識というのを生かして業務に集中したいなと思うんですけども、ゆくゆくはそのホームの勉強もどんどんしていきたいなというふうに思っています。宅建試験の勉強を始める前は法律の内容などを覚えることが多くて大変そうだなという印象だったんですけども、フォーサイトで学習を始めてみると教材は分かりやすいですし、
何よりも久保田先生の講義がとっても分かりやすいので、こういつの間にか勉強に没頭して最後まで挫折することなく打ち込むことができました。皆さんのそれぞれの目標に向かって宅建試験の合格を勝ち取ってほしいと思います。